クルーか。クルーか。いや、マジでパンくんでよかった、ほんと。今のほんとに、ナイスすぎたな。ナイスすぎたな。さナイあ。ボー。ナイス。反はーい。ナイボー。反省の意を込めて、いつ省。あ、めちゃくちもゃボタン大押さ会ないにく持せっに。てる。いつもボタン押さいないや、くて、もう押このしない度で。はね、この度は本ど当にうも、詩人1歳です。あ、かわいい。あ、かわいい。どうも、1よろ歳しで喋くお願れいしるんます。だ。すごいねー。しらす私君か、は、しらす。人を超越する知能を持ってるので、1歳でも喋ることができます。あ、もう2歳になった。え、2歳になったよ、もう大丈夫？声変わりだ。2歳になりました。結構伸びてる。はい、だいぶ声変わりしたね。そんな小さいになるとね、もうね、完璧に声変わりしていくんで。ああ、じゃあ16歳の時だね。声え、16歳だ。やばっ、これ先生連れられちゃうじゃないですか。絶対これボスなさ1票入れたら。ガチで入れてない。ガチで入れてない。ちなみに。ああ、よかった、本当に。本当にパン君でよかった。夏目来た。はあ。夏目が金庫に入ってきたな。パン君。パン君キルしとるやろ。パン君伊豆さん。もう、後に見ちゃおう。なるほど。え、詩人さん見るの？え、ちっちゃい！ちっちゃい詩人さんが見てる。ちっちゃい詩人さんが見てるんならまあいいだろう。肉トマ。うん。死んでなかったらいいな。ああ。うわー、え、最初じゃん？さっきも言ってたよ。サントスさん、多分10秒以内で、皆さん今、お互いに死人してるところってありますか？はい、2人で大丈夫です。詩人さん見てないですか、バイタル。バイタル見たんですけど、そんなに最近ではなかったですね。ちょっと15秒くらい前。まあ、結論から言うと、砂爪さんのモーフィング見てるんですよ、僕。おあ、なるほど。あれ、モーフィングなのか。モーフィングです。僕、バイタル見たら砂爪さん死んでて、砂爪さんの死体探しに行こうと思ったら、エレクトリカルから砂爪さんが来て、僕追いかけ回そうとして、扉閉めでちょっと置いてかれて、探せなかったんですけど。なるほど。モーフィング班は貨物にいます、今、大体。あ、じゃあ、詩人さんがアドミンに10秒ぐらい前にいたんで、無理ですね。で、僕はその後、展望デッキまで行ってます。多分柿さんもそうですね、そういうふうに経路動いたの見えてたんで、多分大丈夫。え、柿さんって展望デッキにいるんですか？そうだよ。え、エンジンから。ええ、ちょっと待って。大丈夫。始まったか、これ。僕がその15秒前ぐらいに停電直す前に、エンジンルームで柿さんが左に行くのを見てるんですよ。だから、それで展望デッキにいるんだったら、エンジン、武器庫、キッチン、石油、エレキ、バイタル、エレキ、石油、あ、違う、バイタル入ってない、バイタル入ってない。ものすごい移動ってことですか？すごい移動距離ですね、カキさん。すごい移動距離ですね。まあ、精神崩壊してるカキさんが、一応主張としては、まあ、バイタルじゃなくてアドミンだったことなんで、まあ、大丈夫だと思います。やばい、長い日、この150秒、もう一回やり直すことを許す。まあ、このね、罪は重いですよ。詩人さんが11歳まで育ってしまいましたからね、これで。もう11歳になってしまいました。犯罪者じゃん。犯罪者の声をしてくれ。何も話してない。テレビで見るやつ。やっちゃった、何も話してない。ボタン。柿パン君、夏目ボスな、無理です。詩人さんも無理。詩人さんも無理。はい。ってことは、ひまなつさん、ひまなつさんとふーちゃんに話を。俺は左の方にいたよ。見られてる誰かと。最初夏目会ってない。まあ最初だけ。最後。最後は誰も。
ふぅ、やべ、今の面白すぎたな。やば、面白すぎやろ、マジ、今の。やべ、アマースやってて一番笑ったかもしれん。あ、誰か言ってるな、これは。誰か直しに行ってる。よし、オッケー。ああ。よし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 。ナイスボタン。ナイス。じゃあ、リセットで。よしよし。はい。みなみさんとひまなさんの行動経路とか。うん、はい。初手陥没、あ、みなみ、黒いみなみです。初手陥没で湧いて、そのまま上行って、ラウンジアーカイブぐらいまで。砂ザメさんと一緒で、でその後ヌーンに乗って小国旗じゃないと小国旗を通って金庫まで行ってます。でそこでは誰とも会ってないですね。はい。自分宿舎前で、あ、どうぞ。で金庫の助けやって、多分金庫の助けやってる時に夏目先生と柿さんが、うん、多分一緒にいたのかな。いましたね。でだから多分助け終わったぐらいに見たらもう誰もいなくなってて、そのままエンジンコミュニケーションでコックピットまで行ってました。それが終わって、右に向かってる途中に呼ばれたんでって感じですね。じゃあ、ふーちゃんは一緒に貨物入れ砂ザメさんと湧いたっていう感じですかね。そうです、砂ザメさんと湧いて、で砂ザメさんアーカイブの下に行ったと思います、多分。その昇降機、昇降機は右にありましたか。僕が左から右で停電直して、右から左に乗ってミーティングで、その時には、宿舎前の右側の扉は閉まってたんですけど、うん、どのタイミングで昇降機に乗るタイミングだったのかっていう。はい、あ、最後の方です。中盤から最終にかけてに、でヌーンが右にあったので左。いや、それ多分僕乗ってると思うんですよね。停電中だ、停電を多分速攻で直したんですけど僕は。あ、その後だと思います。停電もう終わってたんで。停電終わってるんだったら僕が右から左に乗ってます。今回は大丈夫、ガチ、これもガチ。いや、今回は、はい、これはガチだ。今多分村的に3択やと思ってて、僕が嘘をついてて砂詰めさんを切ってるパターン、うん、または、夏目先生ボスナさん二郎で三刀さん片方切って片方がモーフィングして来てるパターン、砂詰めさんとそもそも会えるのが風さんぐらいしかいないと思います今の聞いた感じ。いや、今のさんもありますけど、あ、いけます。だってメインまで行って切る、メインまで行けないでしょ。あ、エンジンからコックピットっていうのをそもそも嘘ついてるかも。あー、そういうことだ。あー、なるほど。嘘ついてねえよ、疑ってんじゃねえよ。もうだいたい俺か風さんか暇夏さんかなと。うん、風さんな気がするな。うん、でも南っぽいな。なんか暇夏さんって影丸と声似てない。もう影丸にしか聞こえんねやけど、暇夏さんの声。今夏さん、夏目先生、今夏目、暇夏目。伊豆さんやな、今は。伊豆さん、何今の。え、これ詩人さんでしょ。詩人さんでしょ、これ。めっちゃ詩人さんっぽく僕も思っちゃいました、ね、あの、俺と俺と詩人さんとパン君が夏目先生についてって、で、夏目先生、何してんだよ、マジで。夏目先生を見失った瞬間にパン君死んでて、誰かがメントに入ってった。で、まあ詩人さんしかないと思うんで、ちょっとみんなの位置を。え、どこですか。アーカイブです、アーカイブ。エレクトリカルです。なわけない。え、詩
人さんエレクトリカルどうやって行きました？エレクトリカルは、初手メインホール脇だったんで、メインホールでシャワー室のタスクを終わらせてから電気室向かってますね。いや、アーカイブにいましたよね、停電直った時に。いや、いないです。モーフィング？停電の後ですよね。停電の後はもう電気室の方でタスクやってました。え、でも自分停電の後って電気室らへんいましたけど見てないです。よろしいですか？はい、あ、はい、どうぞ。よろしいよ。とりあえず詩人さんは釣ります。うん。で、南さんと暇なさんで、なんか今の詩人さんの意見を反対した暇なつが、クルーっぽく見えたので、南風と詩人さんのかなって思う。夏目、俺をやっと信じてくれたな。俺もお前を信じてたよ、ほんと。で、南のことは信じてくれないんですか？え、電気室の方で誰か見てないですか？私のこと。見てないです。見てないです。え、じゃあ、ね、これ、はい、シジさん、これカキさんのエンペラータイムって言って、今これこの状況、カキさんが笑いながら、はい、なんか詰めてこの謎の余裕がなんかクルーっぽく見えちゃうんですよね。このいや、でもわし電気室いたんだけどな。いや、でも夏目先生も見てるからね、シジさんを。アーカイブに絶対いました、シジさん。停電終わった後は電気室の奥の方でタスクやってました。あの奥の方のタスク僕してたんで、そっちに。え、それ暇夏さんがモーフィングでやってたって可能性ない？いや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 、いや、もうそれはちょっと苦しいかと思いますよ。ちなみに言っていいですか？はい、間違って弁当入りました。見られたんで切りました。素直。あー、めちゃくちゃ面白かったな、今の。やべえ、2試合連続で神回なんやけど。はい、まあまあ、あともうフーちゃんつって終わりやな。フーちゃんつって終わりだから、もう伊豆さんついてくさん。よっしゃ、オッケー。あ、死んでるやん。あ、もうこれは南さんだと思います。うん、南さんですね。これはもう完全に2人でなんかもう一緒にいるのを見てたんで。やっぱ暇夏さんと夏目先生最後に一緒にいるの見ました。なるほど。いや、もうあの南さんが夏目先生を追いかけてるのを見て、あ、これ殺されるなと思って追いかけて見失って、しばらく経ってからこのコールなんで、うん、いや、もう確実に南さんが殺してます、うん。まあ、これってボタンですか？ボタンですね。僕と伊豆さんは停電直前まで一緒にいて、で、僕が展望で直したんで、僕らはまあ無理かなって思います。いや、もうこれは完全に南さんだと思います、うん、そうですね、うん、入れましょう。まあ、まとめると夏目先生とボサナさんのニーロはもう死んでるんで否定できる、なおかつパン君が死んでるんで、うん、パン君の言ってることが正となったら、ふーちゃんのルーンがちょっとおかしいかなっていう、うん、でもまあそういうこともよくありますよね。ねえよ。めちゃめちゃありますよ。まあ、まあ、確かに人生、いや、生きてたらそういうこともめちゃめちゃありますね。ありますね。まあ、あるかもしれないけど、うん、今回はちょっと違かったね。はい、まあ、今回は違かったね。いや、ちぇ、でもやっぱり空は綺麗ですよね。いや、どうも、ね、青くて綺麗だよね、今日ね。天気良かったよね。天気良かったですよね、今日。確かに。空って綺麗だなぁ。よーし。終わったー。ナイスナイスナイス。すいません、ふーさんごめんなさい。いや、こちらこそすいません。普通に間違って弁当入っちゃった。普通に間違えて弁当スポーンって言っちゃった。 あれ弁当入ったからパン君キルしたんですか？あの弁当入ったのをパン君さんに見られちゃって、あーやっぱやるしかないと思って。ちなみに最後なんですけど、夏目先生ってどこで死にました？え、夏目わかんない。あの私目線、フーさん浮いてたんですけど。あ、そうなんですよ。あー、あのバグ浮いてたっていう、ね、多分なんか。で、夏目先生はしごで死んでた。あ、そうですね。あ、そうですよね、最後
ふーちゃん、はしごの上にいたよね。あ、はしごの上というか、はしごの横の、窓のところにいました。なんか何も見えんかったんか、俺。